もう一枚来い。いっぱい来る、いっぱい来る。オッケー。核出た。よし。核完了。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで、今回はマルチプレイヤーの動画になります。前々回オムレツのね動画を上げました。非常に好評だったので、また料理動画を、まあ、定期的にちょっとね、まあたくさんじゃないですけどね、たまにこう上げていこうかなと思うんですけど、まあ何か料理のリクエストあればちょっとコメントで教えてくれると、嬉しいです。まああまりね、まあ難しすぎるのはちょっとあれなんで、まあ程よい感じのリクエストがあればね、ちょっと料理動画を撮っていこうと思います。まだ見てない方は、概要欄もしくは動画のエンディングから見れます。はい、というわけで今回ですね、コールオブデューティーのモダンオフェアがマルチプレイヤーがね、日本時間の、4月4日午前2時から4月7日、7日の午前2時まで無料で参加できますよっていうフリーアクセスが開催されるみたいです。ウォーゾーンをね、ダウンロードしていればゲーム内ロビーからアクセスできるみたいですね。というわけで今日はアトラススーパーストアのマップで、核をねバシッと出してきた動画になります。無料期間のそのスーパーストアは10対10みたいなんですけど、無料期間前に撮った試合なので6対6だったと思います。一応ね、武器のアタッチメント類はこんな感じになっております。はい、というわけでやっていきたいと思います。さあ今回は一応バトロワでも一応使えるキロカスタムってことで持ってきたんだけど、まあね、マルチだと赤点がね、銃声を出しても赤点が、銃声っておかしいか、発砲しても赤点がねマップに表示されないので、まあサプレッサーをねつけても意味がないってことで外してますが、まあ、バトロワで使う場合だとやっぱりモノリシックつけた方がいいですね。モノリシックは基本的に最強ですね。私はしょうがないかな。 OK、ノンストックでも全然いけます。あれ帰ってこない。 OK。 ぶっちゃけね、ここやるの初めてなんだよね、マルチで。バトロワではね、散々やってますが、やばい。おっ、これリス変わったんじゃないかな。大丈夫か。ナイスエビ。 OKOK、 こう来て、あ、来るか。もう一人近くいるな。というか裏取りしてきてるんじゃないか、これ。来てるね。OK。弾は ?MP7 か、ちょっと弾回収できなそうだね、AR の。で、こうやって裏取って、あれいない。あ、来てる。そいつやって、あ、味方がやってくれたね。もう一人、また右レーンからこれ裏取り来てる感じな気がしますよ、UAV で。よしよしよし。左から来るか。左やって、右やって、あー、いいフラグ。いいフラグだ、それは。これ、針当たんのかな。上、天井あるよね。ちょ、空爆当たるか分かんないけど。当たった。1枚だけ。もう1枚やって、ちょっと詰めてみようか。よいしょよいしょ。なんだ、何今の。何の爆発だ、本当に。空爆、ちょっとこれも当たるかわからないですけど。OK。なんか裏取り来てる。なんか若干、バトロワの、ね、スーパースターと比べて、なんだ、明るくなってるのか。広さもなんか違うような気がするけど。ね、こっち回って、敵やっていい。連撃突っ込みましょうか。スタン入れてみようか。いや、いいっすね。こっからもいけるのかな。これ外出れちゃう。外出れるんだ。外出て、落とそうとしてるやつやって、こいつか、落とそうとしてた。綺麗に裏を取りました。敵どこで湧いてるかな。ここはエリア外か。危ない。もう一回 UAV。リロード。あ、湧いてるね、そこ。ちょっと待ってみようか。こっちだ。こっちやって。はいはいはい。これか？弾が若干心配だな、これ。こう上登ろうかな。地の利を得まして。ちょっとレーダー見ながらだったから、クソエイムしたけど。M4 もらおうかな。すごい形してるけど、これ。
MP5 次は。追いはぎプレイ、追いはぎプレイ。追いはぎプレイ、追いはぎプレイ。ベロイ。あ。オッケー。オッケー。で。あえてそっち行かず、回り込むか。空爆は、ちょっと置いておきます。あれ、まだいる？これで全滅！で、絶対これ近くで湧いてるから。OK。空爆呼べるかな？そこ呼んで、もう一回こっちから。もう一回こっちから。敵、多分隣で湧いてるわ、これ。ここの外で湧いてますね。こっから湧いてる。OK。OK。多分これで、ついに変わったんで、リスポーンが。SMG 強いな。なんか SMG 強いですね。まあ、やっぱり、この入り組み具合だからね。19キルか、ちょっと、狙ってみようか、各。うん、来ないな。MP5 に持ち替えて、で、ここでさらに AR に持ち替えて、1枚やって、さあ、覗いてみるが、顔を出してこないかな。空爆呼んじゃおう。当たるかなこれ。一体どこが当たるのか全くわかりませんけど。かなり乗っております。で、今キルした人たちが多分この辺で湧いちゃうんですよね。マップの形非常にシンプルなんで、縦長で。で、これ今キルした人たちも湧くんで、多分。これ逃げよう。これ弾がないや。一旦ちょっと離れて裏を取って、今いたね。今何キル？ 25。 よし。敵の位置はどっから来るんだろう。これ UAV、 誰か UAV 出してくれるかな。いや、正面で湧いてるな、多分これ。1枚やって。もう1枚。やれないか、今の。こっち登って。奥から来てるのカットして。手前にいる。一旦、これ、デッサ使って。また裏取りしてんな、左の人。と思ったら、ローテしてたのか。ここやって、これで角待ちしよう。来るか、正面。一枚やって、もう一枚。もう一枚来い。いっぱい来る。オッケー。核出た。よし、核完了。30連続で核を出しました。もうちょっとキルしようかな。もうちょっといけるとこまで行ってみようぜ。上にいる。赤点は出ないから落ち着いて。位置はバレてないと思う。うわー、ついにやられちゃった。何連続キルしたかな。もう呼んじゃおっか、核。よし。OK です。いや、久々のマルチ実況、クソ下手くそだったけど、いろいろ。まあ、とりあえず核出せたから、いいでしょう。OK。いやー、この追加マップ、全然やってなかったけど、バトロのおかげで、位置把握してたから。よかった。おい、ボファーンと。やっぱ、COD はマルチだね。こう、バトロアで、ね、こう、もっとキルしたいっていうね、欲がこう出てくるじゃないですか。他のバトルだとなかなかね、こういう普通のチーデスとか、まあ、ハードポイントみたいな打ち合いの激しいものってあんまりないから、まあ、COD のこう強みでもありますよね。マルチもできるし、バトルもできるし。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ、久しぶりに核も出せてよかったです。じゃあまた定期的にね、まあ、またマルチもやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。お疲れ様です。You don't get everything you like, 'cause I'm not ready.
If I'm not ready